山嵐は山嵐家及びアメリカ山嵐科に属する草食性の月種類の総称である。体の背面と側面の一部に鋭い神毛を持つことを特徴とする。山嵐という名で呼ばれる動物は、いずれも背中に長く鋭い針状の体毛が密生している点で、一見よく似た外観をしている。しかし、山嵐に関して最も注意すべきことは、 ユーラシアとアフリカに分布する地上生のヤマアラシカと南北アメリカに分布する樹上生のアメリカヤマアラシカという二つのグループが存在することである。これらは月肢類という大グループの中で別々に進化した全く独立の系統であり互いに禁煙な関係にあるわけではない。両者で共有される天敵から身を守るための新網は終錬進化の恒例であるが その信号以外には共通の特徴はあまり見られない。月種目の分類法には諸説があるが、ある分類法では、山嵐カはフィオミスが足しため、アメリカ山嵐カは天竺ネズミが足しためとなり、下目のレベルで別のグループとなる。つまり、アメリカ山嵐カは山嵐カよりも天竺ネズミかとの方が系統が近い。二群の動物が、 現在に至るまで山嵐という共通の名前で呼ばれているのはそもそもヨーロッパから新大陸に渡った開拓者たちがこの地で新たに出会ったアメリカ山嵐類を全くの別系統である旧地の山嵐類と混同して故障上の区別をつけなかった名残に過ぎない特に区別する必要がある時はそれぞれ旧世界山嵐 新世界山嵐と呼び分けるのが通例である。山嵐科及びアメリカ山嵐科の二つの都がから構成される。山嵐科はアジアとアフリカに生息する地上性の山嵐である。夜行性で昼間は岩陰や地中に掘った巣穴に潜んでいる。アメリカ山嵐科は北アメリカと南アメリカに生息する山嵐で丈夫な爪を持ち木登りが得意である。 こちらも夜行性で、昼間は岩陰や軌道に潜んでいる。個体から抜け落ちた、新毛他にも、新無毛鳥目のハリネズミ、カモノハシ目のハリモグラなど、体が針で覆われた、哺乳類が知られているが、それぞれが独自に進化の過程において針を獲得してきた。通常、針を持つ哺乳類は、外敵から身を守るために針を用いるが、山嵐は、 むしろ積極的に外的に攻撃を仕掛ける、攻撃的な性質を持つ。肉食獣などに出会うと、尾振り、後ろ足を踏み鳴らすことで相手を威嚇するだけでなく、頻繁に背中の針を逆立てて、相手に対し後ろ向きに突進する。本種の心毛は硬く、その強度は、ゴム製長靴を貫くほどであり、また捕食された場合でも針が、 相手の柔らかい口内や内臓を突き破り、感染症や疾患を引き起こさせ、場合によっては死亡させることが知られている。このため、熊やトラといった大型の捕食動物でも、本種を襲うケースは少ない。前述の攻撃的な性質はここに要因すると、見られている。ケープタテガミヤマアラシヒストリックスアフリカオーストラリス、などの針は、白黒マダラの目立つ模様をしている。 これは、スズメバチの腹のキクロマダラの模様と、同じく、警告色の役割をしていると考えられる。山嵐は、通常、東道町63から91センチメートル、尾長二20から25センチメートル、体重5.4から16キログラム。夜行性で、穀類、果実、コの葉樹皮、草などの植物を食べる。群れを作らず単独行動で生活している。 一度に出産する子供の数は1から2頭と少ない。山嵐、または山卸という妖怪が伝えられており、この動物がモデルであるとの説がある。山嵐のジレンマとは、事故の自立と相手との一体感という二つの欲求によるジレンマ。寒空にいる山嵐が互いに身を寄せ合って、温め合いたいが、針が刺さるので近づけないという、ドイツの哲学者。 ショーペンハウアーの偶話に由来する。その日本語訳は以下の通りである。ある冬の寒い日、たくさんの山嵐たちが暖を求めて群がったが、互いの棘によって刺されるので、離れざるを得なくなった。しかし再び寒さが彼らを駆り立てて、同じことが起きた。結局、何度も群れては離れを繰り返し、互いに多少の距離を保つのが最適であるのを発見した。 これと同様に、社会における必要に借り立てられ、人間という山嵐を集まらせるが、多くのとゲイや互いに、性格の不一致によって、不快を感じさせられる。結局、交流において許容できるような最適の距離感を発見し、それが、いわゆる礼儀作法やマナーである。それを逸脱するものは、英語では、ツキープ e p their d i と乱暴に言われる。この取り決めによって、 初めて互いに段を取る必要が適度に満たされ、互いの針で刺されることもなくなる。とはいえ、自らのうちに温かみを持つ人間は、人々の輪の外にいることを好むであろう。そうすれば、互いに針でついたり疲かれたりすることもないのだから。この概念について、後に、フロイトが論じ、精神分析家のベラックが名付けた。心理学的には、右与曲折の末、 両者にとって、ちょうど良い距離に気づくという肯定的な意味として使われることもある。なお、実際の山嵐は、針のない頭部を寄せ合って、体温を保ったり、睡眠をとったりしている。ありがとうございます。